第96回選抜高校野球大会3月18日開幕甲子園の組み合わせ抽選会が8日大阪毎日新聞大阪本社オーバルホールで行われた全出場32校の首相が一堂に会して抽選に臨んだ同地区のチーム同士は少なくとも準々決勝まで2校が出場する北海道青森石川愛知京都 和歌山のチーム同士は決勝まで対戦しないように前もって振り分ける措置が取られた。開幕戦は八戸学院高生、青森と関東第一、東京の顔合わせ。初日の第二試合では21世紀枠で出場の田辺、和歌山と昨週明治神宮大会を制して今大会優勝候補に上がる清涼、石川が対戦する。大会第二、三日目に登場する、 B ブロックは、第2日第2試合で鶴が消費、福井と明豊、大分が対決するほか、試合校舎の高崎健康福祉大高崎、群馬、昨年選抜覇者の山梨学院が入るなど激戦の様相を呈している。さらに、1回戦最終日となる大会第5、6日に登場する B ブロック和超激戦区。8校中、 五校が甲子園優勝経験校と名門がずらりと並んだ。第5日第1試合で昨週関東大会王者の作新学院、栃木と上村学園、鹿児島の対戦が決定。また第2試合に大阪桐蔭、北海第3試合で報徳学園、兵庫と愛工大名電が対戦。さらに第6日第1試合で上層学院、茨城、 日本航空石川が対決する出場32校の初戦対戦カードは以下の通り第1日3月18日月曜日1回戦第1試合八戸学院高生青森関東第1東京10時30分第2試合田辺和歌山星稜石川13時第3試合近江滋賀熊本国府 熊本、15時30分。第2日3月19日、火曜日、1回戦、第1試合豊川、愛知、阿南港、徳島、九時。第2試合鶴ヶケ費、福井、明豊、大分、11時30分。第3試合学法、石川、福島、高崎健康福祉大高崎、群馬、14時。第3日3月20日、水曜日。 一回戦、第一試合創始学園、岡山、別海、北海道、9時。第二試合山梨学院、山梨、京都外大西、京都、11時30分。第三試合耐久、和歌山、中央学院、千葉、14時。第四日3月21日、木曜日。一回戦、第一試合宇治山田賞三重、東海大福岡。 福岡、九時。第二試合、高陵、広島、高知、高知、11時30分。第三試合、京都国際、京都、青森、山田、青森、14時。第五日、3月22日、金曜日、1回戦、第一試合、神村学園、鹿児島、作新学院、栃木、九時。第二試合、大阪桐蔭、大阪、北海、北海道、 11時30分。第3試合愛工大名電、愛知、報徳学園、兵庫、14時。第6日3月23日、土曜日、1回戦、第1試合日本航空石川、石川、上層学院、茨城、9時。